まあ本当にやっとホームの鹿島スタジアムで、まあみんなで喜べたなっていうのが、率直な感想かなと思います。まあ、内容の良し悪しはもちろんあると思うんですけど、まあ、結果っていうのは今すごい大事だと思いますし、本当に勝ち点1も取れない状況だったんで、まあ、本当に勝ち点を取るっていうところはすごい重要になってくると思ってて、重要だと思ってて。まあ、本当にこの勢いを、無駄にできないなって、もうこれをね、起爆剤にして、どんどん上上がっていくしかないなと思うんで、しっかりこれに乗って、連勝を積み重ねていければなとは思います。まあ、ここ数年、ずっとね、同じスタイルでやってますし、まあ、オールコートマンツーマンっていうところで、まあ、監督も選手も分かってるところはありますし、まあ、そこにしっかり、準備して、みんなで共通意識持って、試合に臨んで、まあ、ちょっと準備してるものだったり、感じてることがピッチの中では、ね、いろんなことが起きるんで違うかもしれないし、そこはしっかり出てる選手が意識だったり、合わせて、改善しながら、またいい試合できればなとは思います。まあ、J リーグだろうがルヴァンだろうが天皇杯だろうが、本当に1試合の重みっていうのは、まあ、僕個人としてはすごい重く重いものだと思ってますし、まあ、本当に1点を取ること、1点を守ること、1勝することってすごい大変、大変っていうか、まあ簡単なことじゃないし、まあ、サッカーって一人でやるもんじゃなくて11人でやるもんなんで、それのこう揃った時の喜びや嬉しさがある分、逆に苦しさや辛さもあるし、まあそれがこのチームには独特のものがあるのかなとは思います。前節は、やっと鹿島スタジアムで、皆さんと久しぶりに、勝利の味を、味わうことができて、嬉しく思います。また次節からは、アウェー2連戦が続きますが、まあ、今2連勝してるっていうところで、この勢いを持ってまた皆さんと、アウェーでも喜びを一緒に分かち合えるように、まあ、選手、スタッフみんなで一丸となって頑張りますので、まあ、ゴールデンウィークで、忙しい中かもしれませんが、また一緒に戦ってくれることを、お願いできればなと思います。応援またよろしくお願いします。